皆さんこんばんは、豊田萌衣です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。はい、ピクシスのキラキラ大作戦。この番組のコンセプトは、私たちの好きなこと、興味のあることを何でもやっていく、おもちゃ箱をひっくり返したような番組です。はい、明かりをつけましょう、ぼんぼりに。ほいよっはいよっこの先の歌詞がわからない続けようと思ったの、愛の手担当やろ。続けたかったよ、愛の手担当やろうと思ったんだけど、たた知らなかったパターン、ね、いける次。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。はい、もう桃花の花、あらよっと、今日は楽しいひな祭り。あいよっしょ愛の手楽しい、愛の手楽しいね、手楽しい、適当な愛の手、ちょっとむやっとしたけども。ひな祭りですか。ひな祭りです。明日か、明日。え、私一番好きな行事だったひな祭り。お、今は違うの。なんかあんまさ祭られなくない祭られないというか、まあ、うん、萌衣さんの好きなイベントごととはちょっと違くなってきたね。ハロウィンとかクリスマスとは大好き、またパーティー系ではないよね、確かに。ひな祭りの思い出ある、だって。でも毎年飾ってくれてました、やっぱ長女なんで。そう、あれなんだっけ、何の文化なんだっけ。え、女の子の文化。あ、そう、女の子の、なんかお祝い、生きててありがとうみたいな生きててありがとうのお祝いだったんだそう、なんか子供の日の方が男の子の日みたいな。そうだ、鯉のぼりあげる方が、鯉のぼりはとか兜とかはそうで、あ、そうだわ、まあ、すくすく女の子が育ちますようにみたいな、そういう文化なんだ。桃のセックって文化、あれひな壇のやつでしょ。あ、そう、ひな人形ね。ひな人形、ひな壇はもうちょっとお笑いのでもそっからだよね、多分。ひな壇って、まあ、そうね、ね、そう、あれ私も飾ってたわ。でもさ、ひなあられとかさ、なんか飾るものいっぱいあるよね、ひな祭りって。確かにいっぱい飾ってたわ。でもなんかさ、和室があって一室、実家ね、でそこに毎回その飾ってくれてたの、で和室でお布団敷いて寝るの好きだから、自分の部屋じゃなくて和室で寝てる時とかよくあったんだけど、なんか常に何体のひな人形と私一人で共に過ごすから、最初めちゃめちゃ怖かったんだけど。いや、そうだよね、自分の部屋で寝ないよ。でもちょうど提灯あるじゃん、あの明るさがちょうどいいんだよねひな人形のところ、ずっと夜通しつけっぱなしなの、萌衣さんが寝るまで。そう、だね、だんだん心地よくなってきた、あの明かりが。間接照明として使ってたんだ。そう、として。そう、だからあのしまわれるときすごく寂しかった。もうこの明かりで寝れないんだ、もう怖さ勝ったのよその心地よさが。そう、その提灯の心地よさで。懐かしいな。怖いでしょ、私怖かったもん。あ、怖い人だ。ひな人形夜とか見るの怖かった割には、おひな様じゃなくてお代理様の持ってる刀とかをこっそり取って、お子どんがいるな絶対に取るんだよ、あそこのやつで。そこ取っちゃうんだよね。いや、ちゃんとやってたな、そう思うと。やっぱね、そういうの大事にしてくれたからね、私もなんかいつかやりたい。娘子供のそうためにひな人形を自分が飾ってもらったのをそのままもらってやるみたいな。結構多分いい値段するよね、一式揃えると。なんか、絶対、まあ、ピンキリあると思うけど、なんか段の回数もあるもんね。ある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 ね。五人囃子がいるかどうかの。うちいました、5人ちゃんと。いました、ちゃんといました。3人の女の子までだったわ、うち2段だったわ。じゃあ3人娘、5人囃子3人娘あれ3人娘じゃない、3人娘じゃないの、あれ3人勘定。あ、3人娘だと思ってた。ハロプロ的な、ハロプロみたいな、ハロプロユニットみたいな、ね、ユニットでひなまちゅりといえばって思ってた。まちゅりといえばね、思ってたけど。いいですね、皆さん大事にしてください。そうですね、行事ごとはね。あ、あとアクティブが、お、300回だそうです。あ、おめでとう。ね、おめでとう、迎えたんですね。あ、おめでとう、おめでとう。はい、じゃあエンジンさらっとですね、薄めな、おめでとう。はい、めでたい。キラキラネームずっと青春さんからです。
伊藤美久ジャスティス出る豊田萌フリーダム行きます合ってる？ピクシスのキラキラ大作戦私たち持ってます。久しぶりですね。復帰明けサイコロ何が危ない。バーイ、はい、行きますか。行きましょう。せーの。お、へーむへむへむへむ。4来ると思ったけどな。やった、テーマトーク。もしも私たちが会社員で可愛い後輩くんが配属されてきたとしたら、それどんな子？これやりたかっただけじゃん。よかったね。なー、これ話したかっただけじゃん。これは、いやコントやりたかったよ。コントもやりたかったけど、今回のテーマトークはどうしてもやりたかったんだよね。可愛い後輩くんが配属されてきたとしたら、でどんな子？会社員でしょ、うん、だ、そっか、そんなに若くはないね、年齢ね。そうだよ。いやでも、新卒、高卒だったら19じゃない？そんな、どんだけ下行きたいの？下のギリギリを攻めるじゃん。やめな。高卒入社で、僕大学出てないから給料全然上がらないんです、この先絶望です、ははみたいな男の子。絶望してるじゃん。絶望元気な子じゃないじゃん。絶望して常に仕事のモチベーションが全くない子。全くない子。全くだって僕どうせ頑張ったって一生給料上がらないですし、大学って出ただけで給料上がるんですよね。いいですよね。僕の方が先に仕事してるのに、こっちでは先輩なのに大学出た方が偉いんですよね。だったら僕頑張る必要ないですよね、っていう子。可愛くないよ。可愛くないよ、仕事頑張んなで。はい、若いうちにそんなダメだよ。社会のシステムに絶望してる子がいい。なんで？可愛い。どう接してあげるの、それは萌えさん。もう気持ちわかる。私もやっぱ高卒だから、うん、わかるよ。私もね、こんだけあの仕事頑張っててもお給料は上がんないの。でもね、大事なのはそこじゃないの、っていう教えたい。その社会の心得を教えていくんだ、うん、教えていきたい。あ、無知だからね。そう。どう、じゃあどんなんですか。うちの可愛い後輩くんですか。はい、そうですね、まあ後輩はそうだな、緊張しちゃうから大丈夫かな。あれ？いらない。緊張しちゃうからさ、後輩くんいらない。後輩くんはちょっと別の部署に行ってもらって。妄想だよ、これは全部。そうだね。妄想でもいけないの？かわいい後輩、うん、やだもん、後輩とか。嫌いじゃん、後輩が。後輩というものが向いてないね。いや、苦手なのよ、なんか聞かれてもさ、うまく答えられないからさ、うん、私が挙取るから、うん、こうなんか教えてあげたいみたいな気持ちはさ、あるけど。じゃあ違う、上から目線でめっちゃ来る後輩くんでいいじゃん。悪くないね。いいじゃん。ミク先輩、そんなのわからないんすか。いや、悪くない。俺の方が後から入ったのに、俺の方が仕事できますよ。だよね、だよね、だよね。大丈夫っすか。だよね。俺が教えてあげますよ。分かってる、分かってる。そうなんだよね。癖が出とる。癖が見えた、お互いの。そうだね。これは癖がバレましたね。バレちゃう。私一生できるわ、この妄想。可愛い後輩くん。うん。じゃあ、キラキラネーム、トウケさんからです。ありがとう。ミック、モイス、ピクシース。ピクシース。ピクシス明けおめ配信をアーカイブで見ました。ありがとう。定番のソースダービーに桃鉄、マネージャーさんやピノちゃんも登場したりと面白くて癒されが過ぎました。過ぎました、令和4年もギリギリ月1配信になりそうですが、これからも楽しみにしてますね。もうちょっと頑張るよ。いつか機会があれば歌ってみたや踊ってみたなどをピクシスのスキルを生かした企画も見てみたいです。一生やんないもんね。そういうやるべきだろうなっていう、一番需要があるだろうなってやつ、一生やらずにソースダービーやってる。そんな女性ユニットいないのよ、声優ユニット。歌ったり踊ったりせずに。女性声優ユニットは歌うか踊るかしないといけない。一生とか ASMR とかさ、いろいろさ、みんなやってる中でうちらだけソースダービーずっとやってる。誰が見てんのよ、ソースダービーって。いいな、私はやっぱそういう私たちが好き。やっぱそうだね、歌ってみた、うん、踊ってみたとかをやったら、だって普通じゃん。そう、普通のさ、普通よ。 YouTube じゃん、うん、
でも私は知ってる、靴が求められてること。そうなの？え、普通プラスアルファだね。でも定番としてはやっぱやってほしいんだろうなって思う。スキルを見たいと言ってくれてますけど、今年のじゃあ目標にするか。踊ってみた、歌ってみた。ちょっと自信ないな。自信あるよ。自信ないよ。自信ある。踊ってみたいな。女性声優ユニットだけど自信ないよ。全然。踊ってみた、歌ってみたに、ね、ネタあげるか、ショートネタ。また求められてないものやるじゃん。ショートネタあげるか。ジャルジャルさんみたいなやつやりたい。やろうやろうやろう。毎回コントあげよう。うん、コントとかや やるやつやる。踊ってみた、歌ってみたよりそっちの方が取れるかもしんない。取れるわけないじゃん。取れないんですか。みんなやっぱ可愛い私たちがまだ見たいと思ってくれてる人たちが一定数いるんだよ。そりゃそうよ。あそこがやっぱ、うん、YouTube、 せっかく自由にできる YouTube なんだからやってくれというところですよね。可愛、うんうん、いやっちゃうか。可愛いやっちゃう。可愛いやっちゃうか。ちょっと無理だわ。可愛いやっちゃう。無理だよ。大丈夫、うちら息してるだけで可愛いから。無理だよ。何やってても可愛いから。何やってても可愛い。何やってても可愛い。自信ない、自信ない。もう何の自信もないよ。頑張ろう。じゃあちょっとちょっとね、じゃあちょっと頑張りますか、今年こそは。はい、はい、ということでお便りありがとうございました。番組では皆さんからのメールお待ちしております。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。はい、キラピク VR。 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 レッツ萌えサイド。ねんねんみく、うん、ノアメルさんからなんだけど、うん、最近のじゅんくんとの過ごし方教えてって。じゅんくん、あれ、じゅんくん、ほらいたじゃん、じゅんくん。じゅんくん、みくがほら出来合いしてたさ。じゅんくん、じゅんくんいたじゃん。じゅんくん、あれ。忘れてしまった。じゅんくん、ほら、いたでしょ。じゅんくん、あいつ東京行ったんだってな。レッツミックサイド。ねえねえ萌さん、はい、ボーロッポンさんからなんだけど、うん、アナザースカイお願いします。え、アナザースカイお願いします。アナザースカイ、アナザースカイ。終わったのよ。アナザースカイお願いします。終わり。萌さんのアナザースカイみたい。どこだろう。ここが私のアナザースカイ。どこだ。大門。大門。自分。ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 トヨタマエと伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしています。続いてはこちらをお送りします。ピクシスの〇〇大作戦。毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー、〇〇の部分はその都度変わりますということで、今回の作戦はこちら。ピクシスのカジノ大作戦インカーネーション。はい、はい、第2章。ミニゲームに挑戦する前にクリアできると思えば多くかけ、その通り的中すればジュエルが倍、逆にクリアできなかった場合はジュエル没収。ジュエルが先に規定数に達した方には何かかなり嬉しいご褒美が贈られます。現在のお互いのジュエルの数は、私が66個、ミクさんが、あれ、すっからかんです。え、あ、いつゼロになったっけ。いつゼロになったっけ。もう覚えてないわ。なんか総集編挟んだから、いつの間にか勝手にゼロになってる感すごいけど、ちゃんとゼロなんだと思う。あれ、入ってない。ちゃんとミクのゼロだと思う。実力でゼロ、実力のゼロだと思う、うん、そっか。なので不思議だ。今回も、借金 5借金しました。はい、5借りましたんで、それを元に頑張って増やしてください。はい、はい、それでは今回のゲームはこちら、次回予告風連想ゲーム。ほう、はい。ルールは簡単。お題が書かれたカードを引いて、そのお題から連想するフレーズをサザエさんの次回予告風に3つ答えます、うん、具体的なやり方は、さーて来週のってカードを引いてカメラに見せながら、〇〇さんはと読み上げて3つ一気に発表の3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん、うふふまでがセット。
ふふまでやんないといけないね。ふふまでですね。なるほどね。で どちらの予告が良かったかスタッフが多数決で判定します。はいはいはい、まあ、3本勝負ぐらいしますかね。そうですね。でそれの総合点で判断してもらいます。うんうんうん、まあ、テンポの良さやしっかり連想できていたかなどが審査基準となります。なるほど。で勝った方はジュエルが倍増です。はいはい。さあいくらかけますか。とりあえずまあいい4ぐらいにしとこうかな。2。まあそうだよね。2にします。2でいこう。2でちょっと手堅くいこう。はい、私確かに倍の時返せないよ。リシが3かけないと返せない。4いけんちゃう。3 ダメだったらまた次借りる。3 揺るがなか、揺るがないな。今日は3なんだ。どっちからやるか。難しいよ。じゃんけんしよう。最初はグじゃんけんぽい。あいこ一緒。怖い。そんな責めなくていいよ自分のこと。グーを出した己を恥じてたんだけど。大丈夫だよ。じゃあこれは私からやるって感じですかね。じゃあはい、好きなところから選んでいいと。ではミクさんの次回予告用意スタート。さて来週のハトさんはポッポッポーポッポッポー、羽ばたけ。あ、お父さんもハトだ。ハトもね。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。ひどいですね。これはなかなか早読みしてどんな話だろうってすごいほら気になるでしょ。いや3本目はまあギリ気になったけど1本目と2本目ひどい感じ。マジで一生ポポポポポ。いやどんな話かなって思うじゃん。一生物語する。どんな話かなってすごい気になると思うな。どれにしようかな。じゃあ一番上のにしようかな。はいはい、それでは萌えさんのチャレンジです。用意スタート。さて来週のチーズケーキは、あれ、チーズケーキ作ってたのに気がついたら栗ご飯だった。あれ、レシピ通りに作ったのに嘘つき、平野レミさんの嘘つき。あれ、こないだ買ったレミパンってどこ行ったっけ、の3本です。来週もまた見てくださいね。まっ、ガググ。レミさんだったね。あれ、これ真偽じゃないですか。チーズケーキじゃなくてレミさん引きましたよね。でもレミさんを引いたって感じの答えでしたけど、いやちゃんと3本ね、気になる3本立てになってましたよね、ちゃんとね。テンポ良かったよ。テンポやっぱ良かったよ。ちゃんとやっぱ昔のサザエさんでやったからね。あ、そうだね、うん。なかなかね、うん、若い子に伝わるから。そうよ。よし、じゃあこれにしようかな。いきます。さて来週のとんかつさんは、とんかつって真ん中より端っこの方が油が多いよね。やっぱり揚げ物は揚げた瞬間が一番美味しいよ。とんかつさん初めて歩いてみたの感想です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふふ。ひどいですね。ひどいですね。いやいやいや、とんかつがさ、やっぱ主人公にはなってましたよ。とんかつが主人公になったね。ちゃんとカツオたちはどうやって絡んでくる。それにどう絡んでくるカツオたちは。とんかつはやっぱ真ん中がね、美味しいよね。サザエさんはどうやって絡んでくるの。そう、気になるじゃんね。確かに気になるね。はい、じゃあ2回戦目、萌えさん。じゃあそのまま上行こうかな。じゃあお願いします。さて来週のより抜きサザエさんは、サザエさんはって言ったんだ。言っちゃダメだって。タラちゃん初めてのお好み焼き、お好み焼きってどうやって作るんだっけ、教えて平野レミさん。あれあれ、あージュリちゃんに電話しようかね、の3本です。あれ、来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふ。いや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 、ちょっといろいろ良くなかったところあったと思うんですけど、いろいろ、これ審議ですよ。
本当ですか、うん、何が良くなかったんですか。最初サザエさんはって言いましたし言いましたか。行った後になんかお好み焼き、初めてのお好み焼きでお好み焼き急に出したけど、うん、ちょっとその後レミさんの話になったからやっぱりでも最後ジュリちゃん出てきた。ジュリちゃんも出てきちゃったからちゃんとジュリちゃん、いやちょっと、うん、これお好み焼きだ、うん、さんだったかな、うん、でちゃんと嫁と姑問題のね、いや触れましたからね。そうですかね。じゃあ最後ですかね、ラストですね、ラスト試合、うん、いきますよ。じゃあミクさんの次回予告よーいスタート。さーて来週の餃子さんは食べ物多くねやっぱり餃子って皮が美味しいよね餃子はカラッとこう下のところをカラッと焼くのが美味しいよね水餃子もあるよの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。ね、これ食べ物しかないんかこれもしかして食べ物しかない。だって全部今ハト、私ハトやったよ。あ、そうか、ハトがあったラストだけどバランス悪すぎるでしょこのお題のっていうか水餃子って何水餃子、水餃子だね。あれ水餃子っていうのあれ多分水餃子だ、確かに水餃子そのままいいんだけど気持ちは水餃子だったんだけど水餃子だわ。いやでも水餃子ってなんだろうって気になるじゃんあそこが味噌なのかもしれないね。そう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 、ね、水餃子あ、最後なんだろうな。ラスト食べ物じゃありませんように。先生お願いします。さて来週のパン屋さんはあ、食べ物じゃない中国から輸入パン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 ダコパンダのお父さんってなんで喋らないの、あ、なんで喋るのパンダを反対から読んだらダンパの3問です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんパンダ。いや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 最後もう結論が出たのよ何にも気にならないそうだよね、見たらわかるよ、後ろからダンパだよねいや、まあ、気になる、わかるよそれはいや待って、勢い勢い、勢いこれはもうテンポ感と勢いですよ。最後動物でしたね。はい、はい、というわけ で今の私たちの3本勝負を踏まえてスタッフさんたちにどちらが良、まあ、かったか判定していただきたいと思います。はい、皆さんじゃあちょっと書いてますね、書いて札に書いてもらって札を上げてもらいましょう。はい、お願いします。さあ、緊張ですね。書けましたか皆様。じゃあ、それでは端からいきましょうか。こっちからいきましょう。ではお願いします。ミクさん、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 萌えさん。ミクでつけてる。ちゃんとミク3、3点、5点、4点でミク12、4点、3点、4点で11、合計ミクさんの勝利。トータルでもミクさんの勝利。悔しい。ポポポポポに負けたの私。ポポ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 ポに負けたの。いや気になるでしょうよ。レミさんに頼りすぎだっていう指摘がありましたよ。あ、本当だ。レミさんに頼りすぎたんだ。レミさんでも2回しか出してないよ。2回も出てる。3分の2出てる。ダメ。3分の2出ちゃったらダメか、頼りすぎたか。レミさんに悔しいな。やったー。ということでミクがジュエル倍増です。かけたから6になって、返します。で1残るのかな。1残ります。1残りました。よかったね。はい、というわけで今回はここまでです。というわけで以上ピクシスのカジノ大作戦リンカーネーションでした。ピクシスのキラキラ大作戦お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦エンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。普通歌はもちろん皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択大作戦のどうでもいい二択キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。はい、オープニングのエンジンも大募集しております。メールアドレスはピクシスアットマークセカンドショート .jp です。たくさんのお便り待ってます。ここでピクシス情報です。
シュープレのデジタル写真集オフモード発売中です。実写映画初恋が乗った電車の DVD が映像制作会社モバコンのサイトで販売中、メイキングも収録されています。ぜひチェックしてね。はい、私からのお知らせです。5年ぶりの写真集シェア、そしてナインスシングルパスタ発売中です。そして3月5日6日の2日間舞浜アンフィシアターにて開催される EJ マイガールフェスティバル2022のデイ1土曜日に出演します。そして伊藤美久ライブツアー2022ワッタソース、4月9日大阪国際会議場グランキューブ大阪、4月16日東京国際フォーラムホール A、 チケット一般発売中です。はい、そして5月14日にトライセールのトライアングルハーモニーとのコラボイベントが決定しました。トラハモちゃんと、頑張りたいと思います、うん、楽しみ。はい、そしてセカンドショット通販ではファンディスクなど番組グッズをお求めいただけます、うん、セカンドショットカタログ2021に、ガールズメンバーズも発売中。またニコニコ動画セカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されていますので、ぜひそちらもお楽しみください。トラハモちゃん、ん、トラハムちゃんみたいで可愛い。それだけ。トラセちゃんなんだけど、うん、トラハムちゃんって可愛くない？トラハムちゃん可愛い、うん、まあ、番組の名前だけどね。トラハムちゃんみたいで可愛くない？2回言わなくて分かったから本当、うん、可愛いね。はい、というわけでそろそろお時間です。お相手はトヨタマエと伊藤美久ピクシスでした。また来週も見てくださいね。じゃんけんぽい。暮らしちゃうの青春ハレーション届け